固められてる時の微妙な距離の有利フレームとかってどうしたらいいですか？パンが届かないけど距離届く技が間に合わないみたいな、ちょっと待ってこれどういうことだ、待って待って、理解する、ちょっと待って、固められている時の微妙な振りで有利、どっちが有利なんだろう、まあなんとなく分かったわ、なんとなく分かった、なんかそのこの微妙な距離で自分がねガードしてる場側でちょっと分かりにくいからキャラ変えると、ゲストキャラ2人を出していく、こうなんかこの辺の距離とかで例えばこうやってね攻撃をガードして暁側が美有利を取りましたが、暁の 5A とかも届かない、マシュマロしか表示されてない、あ本当だ、ちょっと待って見えねえな画面が、申し訳ねえ、ほい、ありがとうございます。とりあえず暁とトナムにして、これで見えてるかな、ちょっとなんか画面入力遅延してない、大丈夫か、まあこういう状態でなんか技ガードしました、こうやってねリバビというかこの A 切りとかして、確かに暁側が B 有利取ったんだけど暁の攻撃が届かねえっていう場所ね、場合で届く技を振ろうと思ったら相手側の技の方が早くて有利なんだけど実質有利じゃないみたいな、これをね一般的にフレームハラスメントって言うんですよ、あの格ゲースラングなんですけどフレームハラスメントって言います。その話で合ってんのかな、まあ、ちょっと違うかもしれないんですけど、フレームは有利だったり本来暴れれるはずのタイミングなんだけど俺のキャラのリーチが足りなかったりちょうどいい技のがなくて発生がクソ早いリーチの短いコファンと発生が遅くてリーチの長い中みたいなしか持ってないキャラだと、弱届かない中を押したいでも中は遅いから負ける有利だけど押すボタンがねえみたいな試合があるんですよ。フレハラ、フレームハラスメントって言います。そういう時インターナイトアンバースはどうするかっていうと、ガードします、ダッシュガードします、終わりです。あの B 有利取る、ダッシュガードする、終わりです。あのすごい身も蓋もないこと言うとこうなりますね。一個はダッシュガード、その有利は取ってるんだからダッシュガードを入力することのリスクっていうのはほぼない、とりあえず走っといていい、で走って密着になってそのなんつーの、まあ、だんだんこうライン上げていければ何かいいことはあるので解決する、技振るときに例えばじゃあ俺が暁にして、なんかちょうどいいのないかな、うーん暁リーチ短いんだよな、逆なんだよなこれ、逆にしようか、例えばねこういう連携があったとして勝てんだよなこれ、あの当然これ 5B 届いちゃうんだよな、 5B がないとするじゃんこの前で、そうするとさあの確かにこの後有利なんだけど技が届かねえとっていう状態、そういう時はちょっとやっとくと、まあ、とりあえず近い間には来るので最悪なんとでもなります、最悪なんとでもなる。でダッシュガードしてあのなんつうのダッシュ慣性をつけてコパンを押してリーチを伸ばすっていうのも結構地味なんですけど、これで解決するものはたまにあります、こういうやつね、弱とかは届かないんだけどほらってやつ、これだと届くんですよねっていうのがまず1個かな。あとはなんだろうな、この前で例えばじゃあそのトナム側が美有利美振りの後に必ず技を振ってくるんであれば、まあ、言ってしまうとさ、まあ、無敵側が当たるわけじゃん、それはちょっと嫌なので、ウニだとそういう時に結構美有利からのシールドっていうのがかなりあの相手の手癖を狩るには楽
有利からっていうのは暁側が有利っていう意味ね。暁側が攻撃ガードした後に次トナムが無理くり攻めてくるのに対して、まあこの暴れでこれは通るから本当はいいんだけど、まあその B 攻撃がないと仮定してね、 C でも間に合っちゃうんだよなこの連携、何でもいいんだよな、暁の攻撃が強すぎる。まあそういう時にどうせ技重ねてくるんだったらシールド張っとこっていうので、シールド取ってあの相手の距離離してなんかこうやってうやむやすればすぐ技重なんなくなるというか届かなくなるんで、まずはそれする感じですかね。はい。あとはまあその今の話とほとんど同じなんですけど、そもそもの固められている時の固めに対して早めにガードシールドバンバンって張ると距離がかなり変わるので、その相手の最速で届く技の選択肢も変わってくるから、こうやってなんかガードして張ってこうやるみたいなね、すげえ距離が離れてるとトナムの 2B は届かなくなるから、トナム側は 5C とか 2C とか振る必要があって、そうなると 5C、2C 発生が遅いからぶっちゃけ何で暴れてもいいみたいな感じになったりはします。です。回答になってるかな、まあ、ちょっとね、実はねこれ意外と質問すごいいっぱいあるので、あのテンポよくいきます。